クロクッキーさん。美しい音をありがとう。あなたは幸せな幽霊を吹けて見せる方法を知っています。私は学校の幽霊で中高一貫校に出没します。学校の幽霊として私が経験する日常の狂気について何か話してほしいと頼まれましたが、この願いを叶えることができてとても嬉しく思います。私がここにいられるのは都営に上司である校長の木村先生のおかげです。私を幽霊だと認識して家の幽霊として雇ってくれた木村先生には感謝しなければなりません。もし私を認識していなかったら、おそらく神主とその巫女に追い出されていたでしょう。そうですね、退学なんてナンセンスです。なぜなら木村先生は10年以上校長を務めていますが、生徒や教師を退学にしたことは一度もありません。私の意見では時々少し寛大すぎると思います。生徒たちは彼が誰も学校から追放していないことをよく知っています。そして彼らは私が呪いをかけたり危害を加えたりできないことも知っています。そのため数人の生徒が私に対して悪ふざけをし続けています。中学9年 C 組の生徒カノエサクラは私にこれまでで最大の悪ふざけを仕掛けました。彼女は昨年の夏、拡声器で私を学校の美術室に呼びました。それで私は何も考えずに美術室に入ると、彼女は私の後ろでドアに鍵をかけ、開いた窓から鍵を投げ捨てて私の前に立った。首までは裸足でした。しかし、アートの世界では特別なことは何もありません。彼女は美術部の生徒のモデルをしたいのではないかと思ったので、それはどんなことになるのかと尋ねると、こう答えました。幽霊先輩、私と好きなようにしてほしいです。好きなものは何でもいいと思いましたか。それから私は自分自身を幽霊状態にして、鍵のかかったドアから廊下に出て彼女を美術室に閉じ込めたままにしました。はい、あなたは違った想像をしていました。ああ、彼女は気分を害した。そうですね、その後は詳しい話をして今では良い友達になりました。しかし私は生徒との出来事だけでなく教師との出来事もたくさん経験しています。私たちの養護教諭立花先生は最近小から超近代的な体重計、いわゆるスマート体重計を受け取りました。これには測定ポインターや LC ディスプレイを備えたディスプレイはなく、計量プロセスを開始するボタン、スピーカー、データを送信する Bluetooth ユニットのみがあります。教育実習生の山本先生が自己紹介に来た時、私はちょうど立花先生と一緒に保健室にいました。山本先生は目の端で体重計を見て、あなたを検査してもらえないかと尋ねました。立花先生は最近、山本先生が体重計をテストしても気にしませんでした。ただ、山本先生はもう少し太っているということも言っておかなければなりません。そう、正確に言うと、相撲取りのカテゴリーに分類されるかもしれません。いずれにせよ、彼は体重計の上に立ち、ボタンを押して計量プロセスを開始すると、体重計からビープ音が3回鳴り、エラー体重は1人だけにしてくださいというエラーメッセージがスピーカーから流れます。立花先生も私も信じられませんでした。かわいそうな山本先生だったら恥を知れて地に沈んでしまいたかったでしょう。立花先生も私も笑いをこらえるのに大変でした。もっとそのような事件について話したいのですが、残念ながらその時間はありません。10分後には隣町の学校に出没する女子トイレの幽霊の同僚の花子くんに会うからです。地域全体を恐怖に陥れている不良学生グループの頑固さをカイロプラクティックで矯正する方法を考えなければなりません。